美味しいヒューガナッツを美味しく食べよう。まずはリンゴの皮を剥く要領で、外側の黄色い皮の部分を薄く剥きます。ヒューガナッツは白い皮のところが甘くて美味しいので、できるだけ薄く剥いてください。次に白い皮をつけたまま、このように中心部を残しながら食べやすい大きさにそぎ切りにします。あとはお皿に盛り付けて出来上がりです。白い皮と一緒にお食べください。しばらく冷やすとより一層美味しく召し上がれますよ。